私、もうこのお仕事に慣れてきましたよ。悩みの種の算数だって。ごめんなさい、嘘でした。指揮官、手伝ってほしいことがあったら何でもお任せください。特に力仕事は得意中の得意です。指揮官、手をお借りしてもいいですか。ほら、こうやって手のひらを合わせると指揮官のぬくもりが伝わってくるんです。この傷はもう大丈夫なんですか。傷跡になったってことは、過去の苦しみがもう全部過ぎ去ったってことですから。下方にします。最上級のカリンボコの箱に入れて、なんて、そんなの高すぎて買えません。せっかくセットした髪型が崩れちゃいますよ。指揮官、ここに座ってください。じゃじゃーん。今日は私が秘書のお仕事についてから100日目ということで記念サービスです。今日はここにじっと座っているだけでいいんですよ。全部私にお任せください。え、日付を間違えてる。まあいいです、指揮官とここで過ごす毎日が記念日なんですからね。このぬいぐるみはパンダっていう動物なんです。可愛いんですけど、パンダみたいに指揮官の目の下にクマができたら私嫌です。早く休んでくださいね。指揮官、こっちですよ。指揮官、指揮官、指揮官、見てください。ゆらゆら揺れてる私、海に浮かぶ海藻に見えませんか。指揮官がいない間もずっとここを守ってたんですよ。誰にも勝手に触らせたりしてませんから。